そうですね。ヘルシーコメント来てるもんな。ほんまや。コメントが NG だよ。俺よりエロいやつ俺やんけ。向こう側に。すごい。すげえな。いやもうなんかでも外人系言ったら基本なんか塩を吹かしてなんぼみたいな。ああそうですね。結構あるっすね。どんな感じだったの外人系は。僕のやつは、もうやったらもう、これ結構、まあ僕放送とか結構まあしてるんですけど、はい、放送ワードニコ生わからないんで、どこまで知らないですけど、とりあえずは、栗が大きい。これは結構ちょっとやばそうやね。これ多分やばそうやけど、まあそっち系の外人が多かったですね、僕は。あなんかもう、モザイクからはみ出てるんですよ。栗が。栗が。すごいね、外人すごいな。未体験ゾーンやもんね、みんな多分ね、外人はまだ。そうですね。ないっすね。確かに。いや、ともゆきくんの場合は分からんけど。まあまあまあ。いや、僕。日本人が逆に珍しいかもしれないです。未体験ですよ。おいおい、ひかりくん、仕事やってるからって足組むなよ。中2やん、そんな。この程度で夏って。前かがみパターンのやつやな。あ、なるほどね。授業中とかでよかったやつですね。なかなかね、エロはでも尽きないですね、話が。そうなんですよ。語りだしたね。そうなんですよ。ただまあ放送的にいけるかいけないかって、どこまでいけるかっていう。声聞こえてないですか。声だけ途切れてしまう。何言ってるかわからんよ。嘘。まあ大丈夫か、うん、まあまあ、じゃあ聞こえる人挙手で。もしあれ多分みんな聞こえるんちゃうかなっていう、うん、最近何 P まであるん。最近。最近ってどういうこと。増えていっとるよ。なんか全然違う。人気の P とかあるん。最近何 P まであるかちょっとわからんけど。あるやろな、多分。何本でもあるでしょ。2016年。聞こえてる。一番流行った P は何 P だ。自己コメント多いな。同じ人なんかな。あ、聞こえてるって。同じ人やろな、聞こえた。すごいね。NG コメントばっかりやるな。そう、今、わからんと思うけど、NG コメントですっていうコメントがいっぱいあるっていう。25個くらい NG コメントある。どんだけエロい。どんだけエロいね。ダメです。コメントよりも多いで。そう。NG コメント湧いとるよ、今。そうそうそう。まあでもね、やっぱ女の子は意外とね、清純なやつほど下ネタ好きなんですよ。恥ずかしいとか言いながらやっぱ聞いてるんですよね。確かに。あの子たちは。で今これ家で一人で聞いてる子とかは、もう人前では言われへんけど、今モンモンしてるかもしれん。もうだからむっつりばっかなんですよ。ありえますね。この今日来てくれた360人来てるんですけど。そんな来てるんですか。もうそんな来てますね。全員大体むっつりっす。あ、もういいっすよ。何か、NG コメント多いな、ほんまに。多いな。3連続できたもんな。何カップが好きですか。確かにどうですか、巨乳か、その貧乳かっていうところは結構、ポイントかなっていう。そうやね、僕はまあ、もっぱら巨乳ですね。ああ、もう、それはわかるっすね。かなり。これ普通ぐらいっすね。普通ぐらいとか、小さめの好きっすね。普通ぐらいって何カップ ?CD あたりぐらいですね。いや、あれですよ、エロで求めるならですそうですね、彼女ととかじゃなくて、まあ、エロとして求めるならですよ。そうですね、プレイのその幅が増えるっすからね、うん、今はエロについてかなって、そう、好みのタイプとか聞いてない。あ、確かにエロとエロにおいて、はい、どうですか。どうだろうな。まあでも CD ぐらいかな。あ、それでも、あ、そうなんですね。そうえ、大きかったらなんか不具合あるんですか。いや、不具合はないけど。なんか逆にそっちを聞きたい。いや、確かに。なんで大きかったらあかんのかなって。いや、大きくても全然いいんですよ。はいはいはい。まあ、どっち興奮度で言えばどっちが上なの。乳首があればいいかな。もう、真っ平らで乳首。ヤギかなんかなんですか。確かに。乳首があればいいみたいな。じゃあそろそろ CM 行きましょうか。この辺で行きましょうか。じゃあ、CM どういうふりですか。じゃあそろそろ CM です、はい、どうぞどうぞどうぞ。
よいしょー、はい、いや、エロは尽きないですわ。とりあえず前半エロかったんで、後半もエロくいきましょう。はい。その時間帯しか無理です。どっちにしろエロ。どっちにしろ。でももう400人超えてるっすからね。そうですね。15分なんで今。うん、これは、800人ペースってことですか。800人いきましょう、800人。出たり入ったりしてくれたらもうめっちゃいいんちゃう。ああ、そう。それはもうまたエロいっすからね。出たり入ったりっていうことだから。エロい方がエロいっすか。どんどんエロいことが。ヒロさん、ゲイなんですか。いや、うちの店にちょっとホモなボーイさんがおるんですけど、狙われとるっすね。怖っ。それ僕も知ってますよ。お尻触られるっすね。僕は有名なホモですよ、有名なホモです。有名なんすか。誰とは名前出せないですけど。出せないですけど。いるんですよ、ね。そうなんや。結構でも PC 多そうですね。いやそんなこともないと思うんですけど、ね、そんなことないですか、うん、いやでもなんか俺聞いた話で20人に1人は同性愛者がいるって聞いて、まあまあそんなに多いですね。だから多分ワングループにも何人かおるんちゃうかなって。いやいるでしょ多分、うん、みんな多分隠してると思うけど。なるほどね、うん、あなるほどね。ワングループって言ったらもしかしたらこの4人の中にも確かにこれおりそうですよね。そうだね。でも僕確かに僕が別にホモって言ったわけじゃないんですけど、ちょっとこう例えば AV とか見ててもその男 の, もあの何がでかければでかいほど興奮するんですよ。っていうのはこんなもん入れんのっていう、こんなもん入れたら壊れちゃうこの子がみたいな感じで。やっぱだから黒人とかになってくるんですね。いや黒人はまあいいんですけど、けど日本人で日本人 で, 日本人でめちゃくちゃ硬いやつとかやったらすごいですね。で、なんか腰の筋肉が明らかにこいつやばいやろみたいな。これ入って、それに振るってことやろみたいな。で、だんだんもう興奮してきて、入れる前に僕が行っちゃうっていう。あ、見たことないやつだから。そういうのある、ね。いや、すごい。確かに、ね、そっち見ちゃいますね、僕も。あ、わかりますか。あ、じゃちょっと合うんちゃうんすか。そうですね。2人は。多分僕、予算ハウスは。洋さんは、これ座るとこ違うかもしれない。いやいやいや。そら NG コメントも来るで。洋さんハウスは言うから。また来た。月水。今日は月水ですね。ピカルゲイとかちゃうからね。月水の方でもね、良かったりするんですけどね。神様で誰が一番ゲイに持ってやるんですか。いや、多分あれですね。ミオくんですね。あ、そうなんですか。いや、わからん。わからんけど。ともゆきくんだと思う。うん、ともゆきくんモテそう。僕めっちゃ来ますよ。でしょ、やっぱり、ニューハーフ。しかも結構インターバルって言うんですか、インターナショナル。あー、いや、国際的に。国際的な。いや、結構ね、でも、普通日本人の方で。おー。関東が多いですね、でも。関東のゲイにモテるってどんな顔なの。光るゲイちゃうからね。やたら光るゲイとかの目が来る。光るゲイとか来るけど、ちゃうからね。何その炎上したな。ヒカル君まだ全然そういうエロトークしないから、うん、ぜひしてほしいですよね。あ、ちょっとヒカル君のやり方をね、うん、やり方一人が雑に、うん、一人でのやり方を一人で。あ、そうそう、ね、あの 1P の時の 1P の時の普通チャンスか動画見ながらね。まあ、その動画の内容もね。だからグロギャル系でしょ、やっぱり。グロギャル、グロギャル、グロ、グロじゃないね。グロ行くんや。すごいですね。鏡みたいな感じや。面白いとこ拾って。すごいなグロギャルか。いいなぁ、でも。ヒカル童貞いつ捨てたの。これ、丸にしたから NG コメント。NG コメントなんや、童貞も。あ、童貞もわかんねや。あ、そんな感じでこうコメントが増えるわけ、今から丸とかついて。大丈夫なんですかね。もう全然こっちサイドは出していけるからね、うん、そういうの。あんまりも従えずに大丈夫ですかって聞かない方がいいっていうのがあって、聞いたらダメって言われるんで。後から言われた方がいい。とりあえず。多分今日、のりさんにちょっと怒られるかもしれないけど。まあ、ええから。いいもんでしょ。だ神7のエロワークっすよ、この、はい、もうやエロ4重視って、はい、なかなかないんでね。月に1回じゃあエロ4重視っていうエロ4重視でやっぱビヨン君とかトーマ君あたりがね揃っちゃうと、あの2人が縛ってくるでしょ。そうやね、あの2人がすごい縛ってくる。話題がやっぱ狭めちゃう。そう、狭めちゃう。もう安牌なとこ行っちゃう。その人だったら、あ、エロ4重視やって言われる。神7の何上なんで。エロ4重視。エロ4重視。